私がね、わかんない単語とかがあったら、わかりやすい単語に直して、私に意味を教えてくれるんです。なんか、また泣きそうになっちゃってきた。それがめっちゃ助かってて、なんかね、もうやだ。はい、どうも皆さん、こんにちは、リンです。我现在在丹江大学宿舍。这支影片是我在宿舍拍摄最后一支影片です。你看，見て。もうね、みんないなくなっちゃった。这个很脏的是我的位置，然后你看这个后面两个都不见了。我现在是4年级，然后今年6月就毕业了，然后我明天就要退宿，等于我永远都不会回来这里了。そしてここで撮影することも、もうこれが最後。いやー、ちょっと寂しいです。而且你看大家都不在，只剩我一个人在这里。有一点寂寞，ちょっと寂しいです。なんか ちょっと泣きそうになっちゃう。我不是在以前的影片有说我有一个讨厌的室友吗？他不在也感觉有一点寂寞。なんかその嫌なやつに会えなくなることすらちょっと寂しいっていう感情になってます、今。一緒の部屋にいたら一切喋りたくないし、その人の顔も見たくないくらい嫌いなんだけど、なんかいざもう二度と会うことはない。もう二度とこの部屋に一緒にいることないって考えたらちょっとね、寂しい。ちょっと寂しい。なんか寂しいわ。然后今天是最后一天，我要住在淡水，所以我想说最后一天吃一下我最喜欢的东西。我在这里生活吃过的东西里面，我觉得最好吃的东西是这个鸡肉饭。我还去买两颗茶叶蛋。哎，我觉得我有吃过全家、全联、Seven 的茶叶蛋，这个里面我觉得最好吃的是全联。嗨，全联的茶叶蛋，嗨，OK。然后啊，我最喜欢的就是这家店的鸡肉饭，Open。可是我已经很久没有吃这家店了，大概已经一年没有吃了吧。一年没吃，还是说最喜欢？你可以选要不要酱油，要不要油，然后可以多，可以少。内用的话看起来比较丰富，比较好吃。いただきます。本当にうまいんですよ。我喜欢它的酱油。它的鸡肉的特色是里面有加，是鸡皮吗？就是一个白白，然后暖暖的东西，不是只有干干的鸡肉而已。これがね、噛むときにすごいコリコリしてて、それはね、結構他のお店ないんですよ。はい、こんな感じでね、ナオミちゃんと遊んできました。其实我是第一次跟ナオミちゃん出门去吃东西，然后去吃冰，然后又去拍照。これ2年間も同じ部屋で過ごしていたのに、一回も一緒にこうやって遊んだことなかった。可是非常开心跟ナオミ一起这样子拍很多照片，然后吃冰吃饭，超楽しかったです。而且啊，那个芒果冰超级好吃。我吼第一次吃芒果冰，因为我每次都是选草莓或是巧克力的噶，就だからね、もう初めて，所以我是跟日本人一样的感觉，就是第一次来台湾吃芒果冰，台湾的冰，我好喜欢，大好き。然后啊，我明天就要退宿，要离开淡水了，所以啊，Naomi 居然写信给我呀。嬉しい。看这里。日付。嬉しい。ありがとう、ナオミちゃん。見て。いやー、かわいい。いや、嬉しい。なんかさ、この年になって手紙もらうことなんてなかなかないからさ、やっぱこうやってね、直接手紙もらえるってめっちゃ嬉しいですよね。可是、我不会念啦。我没有问ナオミ可不可以在影片上念、所以我先默默的念一下。待って、ちょっと待って、待って、読む前からちょっと泣いちゃいそうなんだけど、やだ、ちょっと泣いちゃいそう。今天啊、ナオミ要离开这里的时候、我快要哭出来了。なんかもう会えない、なんかもうこの部屋で会えないんかなって思ったら、ちょっと寂しくて泣いちゃいそうだった、今日。今日ね、ナオミがこの部屋から出てったんですけど、ちょっと待って、泣いちゃう。ああ、もうこの部屋で会えないんだなって思ったら、ちょっと寂しくて泣いちゃいそうだった。ナオミとはね、出会ってから2年経つんですけどね。
この2年間ずっと同じ部屋で過ごしてきて、まあ別に毎日喋るわけじゃないけど、なんか別に毎日喋るわけじゃないけどね、あの一起在同样房间生活而已，就感觉很安心。啊，ナオミちゃんいるっていう感じで。じゃあちょっと読みますね。他写的内容大概就是我们认识的时候的情况。本来我们不是室友，本当はね違う部屋で住む予定だったんですよ。でもナオミの部屋にいたルームメイトが私と交換しようって言ってきたんですよ。でそれで私がナオミちゃんの部屋に移動していったんですね。それであの同じ部屋で住むことになったんですよ。最初去年ね。那时候我已经东西都搬进来了，然后再准备放这个传单。我在楼上的时候，ナオミが入ってきたんです。然后我就想说看一下我的室友是长什么样，所以我就这样子こうやって覗いたんですね。見たんですよ。そしたらこうやってパッと目があって、ナオミ说了一句：“你有在拍 YouTube 吗？”一言目ですよ。もう何も、ニーハオとかも何もない。何もない。我是你的室友、こんにちはとか何もない。他对我说的第一句是、你有在拍 YouTube 吗？はい、これだったんですよ。居然他有看过我的 YouTube 影片。而且马上就发现我是这个、零零台湾 YouTube 的这个 YouTuber。然后我就说、哦、对、我有拍 YouTube。哦、我的粉丝、欸、开心。マジか。って思って。然后从那时候开始就会开始跟他聊天，然后就知道他也是三年级的时候转学来，就是跟我一样的情况，然后也是一样日文系，然后他是从台南来的，然后跟他一起去上课とかするようになって、出会った最初の頃からあこの子ともっと仲良くなりたいなって思ってたんですよ。我觉得他的个性跟我有一点像。然后我觉得最像的一点是，如果对方不会邀请我，还是跟我嗨的话，我不会自己主动的跟对方这样子嗨。で、ナオミちゃんもそういう同じようなこと言ってて、そこがね、なんか一番似てるなって思ってて。だから、本当にね、何も起こんないんですよ、この二人。本当になんか自分からなんか仕掛けないと、何も会話がないんですね、同じ部屋にいても。所以我们最会聊天的时间是一起在上课的时候，只有那个时候会我们两个很会聊天。虽然是这样子，可是跟他在一起觉得很轻松。なんか別に自分を偽る必要がないっていうか、ありのままの自分でいられるっていう感じでね、なんかナオミちゃんと一緒にいるのすごい楽しくて、でお互い結構なんかボケ担当みたいな感じなんですよ。もしなんか3人グループで活動することがあったら、だいたい私とナオミちゃんがずっとふざけてて、で、もう一人の人がなんか、ちょっと見守ってるみたいな感じだったんですよ。なんか、做 B 转的时候是这样子的感觉。で、私が一番好きなナオミちゃんの性格、ここが一番いいな。我跟ナオミちゃん是用中文对话的。这个时候啊、我常常会听不懂他的中文。还是有些单字会不知道，这个时候ナオミちゃんと会很優しく教えてくれるんですよ。私がね、わかんない単語とかがあったら、わかりやすい単語に直して私に意味を教えてくれるんです。なんかまた泣きそうになっちゃってきた。それがめっちゃ助かってて、なんかね、また泣いてきちゃった。もうやだ。超嬉しくて助かったんです、その部分に。やっぱりさ、わかんない中国語の単語とかってまだいっぱいあるんですよ。その時にね、ナオミちゃんは毎回毎回優しく教えてくれるんです。で、そのわかんない気持ちっていうのをね、すごい理解してるの。だから決してバカにしないし、
教えることをめんどくさがらないし、私が分かるまで教えてくれるんです。それがすんごい嬉しくてね。だからね、私も堂々と分かんないって言えるようになったんですよ。直美ちゃんのおかげで。あ、分かんないって言ってもちゃんと教えてくれるんだって思ったら。所以我也会比较有自信用中文跟他聊天，而且比较会敢说我这个地方不知道。だからめっちゃ助かったなって思ってます。他写信的里面有说，我有帮助他的日文。可是啊，相反，でも逆に私もナオミちゃんにめちゃくちゃ助けられたっていうのを伝えたい、言いたい。マジでこのトイレットペーパー終わっちゃうんじゃないか、この撮影終わった後に。还有一个我很开心的是，私はね結構グループ活動が苦手で、我的组员里面有很外向的人的话，我会不敢表达自己的意见。可是啊，这个时候ナオミ在的话，他会ナオミちゃんがね仲介役になってくれるんですよ。因为ナオミ敢跟外向的人聊天，也敢跟内向的人聊天，所以他会听比较会讲话的人的意见，然后又会反过来问我。有没有什么意见？だからね、めちゃくちゃ助かった、嬉しかった。なんかそばに味方が常にいるっていう感じで、すごい心強くてね。あとね、ナオミちゃんはね、とにかく人の気持ちをすんごい考えてくれるんですよ。上一次啊，在做 B 专的影片制作的时候，我们会先简单做一下影片，然后给老师看，老师给我们意见，才会继续做下去。然后那时候老师有告诉我们这一组的影片做的方式不太好，就是不应该这么做。然后那个时候就我觉得很那个いろいろ責任を感じちゃって，因为那个影片都是我在做的，虽然他们也有出意见，可是剪辑的是我，所以我就觉得我害大家这样子被老师骂，然后被老师讲很多意见。我就自己觉得なんか本当に申し訳ないなと思って、ちょっと自分をね責めちゃってたりしたんですけど、その授業が終わった後にね、ナオミがわざわざ私に LINE してくれたんですよ。一人でね抱え込まないでねって、この動画はみんなで意見出し合って作ったもの、私たちも OK 出して作ったものだから、そんなに責任感じなくていいよって言ってくれたんですよ。我就很开心，而且觉得他怎么可以这么为人家想，我就很感动。然后我看到那个讯息的时候，我还在上课，可是啊，那个上课的时候我就不知不觉哭出来，なんか泣いちゃったんですよ。なんかもう嬉しすぎちゃって、なんでこんなに人の気持ちを考えてくれるのと思って、授業中であるにもかかわらず一人で泣いてたっていう。もう優しいこの子何と思って、ありがとうって、もう気持ちが救われました。ベータ救起来る、我的这个生命被他救起来る、ありがとう。だからもう本当にね、何度もナオミちゃんに助けられました。うん、ナオミちゃんのおかげでね、この炭鉱大学での生活めっちゃ楽しかったです。だってなんか今ちょっとね、嫌なルームメイトに会いたいなって思っちゃうくらいちょっと寂しいかも。なんかもう意味が分かんない。もう誰でもいいからこの部屋の人に会いたいって思っちゃうくらい、なんか人との別れが寂しい。苦手なんですよね、こういう別れっていうのが、人との別れっていうのが私すんごい苦手で、我从小就是这样子。小时候我要一个人去台湾旅游，是旅游，我要去玩，可是就是要跟家人离开，所以我就很难过，然后就哭出来。才一个月，一个月要去旅游而已，我就会这样子哭出来。然后我要从台湾回到日本的时候，这个时候又会哭出来，因为要跟那个台湾的亲戚他们离开，很难过，所以要离开的时候又在哭。所以我每次在机场一定会哭出来。那所以我很讨厌去机场。だからもうそのくらいね、人との別れがすごい苦手で嫌いなんですよ。うん、なんかどんなに嫌いな人でも、あ、この先もう二度と会わないかもしれないって思ったら、すごい辛くて嫌だなって。
また会いたいと思って泣いちゃうんです。やだー、もうここに住み着きたいもうあんなに日本帰りたいって思ってたのに今ここに住み着きたい。我想要住在这里，我这个暑假可以一直住在这里吗？我不想要回日本的，我不想要回日本的，我想要一直待在这里。やだ。咪。OK， 那今天的影片就到这边了，谢谢大家看我的宿舍影片最后一集，我的叮叮台湾留学这样子结束了。